小早川常夫7月21日から1970年2月は、日本の実業家、一軽産製作所創業者、広島県鴨茂郡出身。1906年東京帝国大学校科、大学電気工学科卒業後、川越電気鉄道技師長を経て、1907年、芝浦製作所入社、技術部、 商務部各副部長を務めた後、1918年、独立し、東京電気工業を創業。会社事務所を、当時の東京市京橋区の30軒堀に置いた、ことから、京橋と30軒堀から一字ずつ取って、一軽三紹介と名付けた。当初は、水力、火力発電所や電気鉄道の計画、設計、工事の受け負いや、出願書類の作成、 これらに関わる機械器具類の製造販売を手掛けていたが、その後鉄道信号機の製造を始めた。第一次世界大戦後の不況で中小企業の整理が続出すると、低新商電機試験所の鳥型宇一から、東京電気工業、東京帝国大学工科大学教授、久じら常太郎より、日本電気応用の整理を移植された。 1926年一計三製作所に社名を変更。以降は信号機製作のパイオニアとして同社を育てた。公衆学校で教鞭をとっていた時期があり、白石兄弟紹介創業者、白石常ねが教え子だった縁で一計三紹介を設立した1918年に白石工業の取締役に迎えられ、同社会長なども兼任し、 日本の石灰製造の発展にも貢献している。1940年一計産製作所、会長、1944年同相談役に退く。1940年運輸大臣賞、1960年乱受、交渉、1964年君4等局実、小受賞授与。ありがとうございます。